今日もご視聴ありがとうございます。今日はまめたくんも一緒に、勉強します。 X マインドの使い方っていうことをやっていきたいと思うんですが、マインドマップっていうアプリですね。何でもいいと思うんです。ただ僕は X マインドが、無料版でもまあまあ使えるかなっていう感じと、なんとなく使い勝手がいい、あと周りでみんなが結構使ってたので僕が導入してるって感じなんですが、マインドマップ自体だったら何でもいいと思います。で、今回はX マインドに特化して、同じような使い方だと思うので、他のやつにも応用できると思います。で、マインドマップで何かっていうと、こういう、最近よく見ますよね、両学長っていうあの YouTube の人が使ってたりとか、そのこのような感じでね、要はパワポほどなんかこう重たくなくパパッとこう書いていけるって感じですね。パワーポイントとかキーノートみたいなやつ、僕もあれ結構使ってたんですけど、こっちの方がなんかこう思考が広がって見えるので、ああいう箇条書きとか、ああいうパワポみたいな感じでページが分かれちゃうよりかは、こうブワーって広がって見えるんで、 あれこれこっちじゃないとか言って、こうどんどんこう場所を変えていけるんですね。例えばこういう、最近僕が使ったのは大学のですね、授業の時間割り決めで使ったんですけど、じゃあここの時間入れるよって言った時に、ちょっと一個後ろにしてもらっていいですと言って、パパパパッと、でこの子ちょっと今授業来てないから、ちょっと後ろにまあ後ろというかこう外しといてみたいな、でこう順番決まってきて、じゃあここの授業の時間困ったからここに入ろっかみたいな感じで、こんな感じで、こう人の授業の小回りとか、なんかこう、要はタスクの振り分けとか仕事の振り分けなんかでも使えるかなと思います。で、こう物をね、こうやって書いておいて、それをこう要はトピックに逆に持っていったりとか、この下に構造下に行ったやつをこのトピックに持っていったりとか、もちろん、今コントロール Z を押したんですけど、コントロール Z、コマンド Z をね押したら、このように戻ります。なので行ったり来たりさせることが、で、X マインドが僕おすすめのは、無料版だけでも、まあ使えるかなと。いろいろやっぱり月額課金ってやっぱり200円300円でもですね、チリも積もればでですね、いや意外と毎月何千も払ってるなみたいな感じすごく感じますよね。そこら辺は僕も何ですかね、昔は CD ばっか買ってましたけど、今こう iPhone とかで何でも見れるけど、でも一月やっぱり1万2万皆さん払ってますもんね。だから1万円 CD 買おうと思ったらまあまあ買えますからね。そういう意味ではいろんなものがこうパッパって取りやすくなったけど、月額課金の負担ってめちゃくちゃ増えてるんじゃないかなと思ってて、なので無料版でも十分で使えるマインドマップなので、これをちょっとおすすめしてます。タスクマネージャーとして使えますよ。僕なんか、要は練習とかね、日頃今日何しようとか明日何しようとか、 YouTube 何書こうとかって思うと、YouTube はもう縦軸と横軸分かれてて、これのランキングやるとか、これの叩いてみてやるとかっていうのを全部こう書き出してあるんですけど、こういうまだやってないなとか、そういえばリクエストがあってとか思ってて、前とかはね結構手帳とかに書き込んでたんですね。そうするとどこに行ったか分かんなくなっちゃうんですよ。なのでタスクマネージャーも1個にしてあって、それはもうずっとドロップボックスで全部連携してるんですね。なのでタスクマネージャーとして終わってない作業をしっかり把握できるということで、これはフォーマットっていうところのここを押してもらうと、こういう風にして、で、こうシール貼ったりできるんですけど、それは有料版なので、僕はこの終わったやつをこの横に斜線ピーって終わったよ、みたいな。で、こうやってどんどんチェックで消していくみたいな感じ。で、物が消えてしまうと何やったか分かんないし、相関感がないじゃないですか。ピーって消すっていうのがすごい大事なんで、こういう風にやって、終わってない作業をしっかり把握できる。これは議事録の時もそうで、うちズームで会議する時とかは全部これやってて、で、やらなきゃなーって言ったことは全部書いておいて、で、担当振り分けとくんですけど、これって終わってるとか言って、忘れてたみたいなのもあるんですけど、議事録毎回一緒にしといて、もともとこれテキストファイルなんでそんな大きくならない。どんどん書いていっても全然平気なので。で、僕は iPhone、iPad、Mac で連携してます。で、これ Windows も Android も出てるみたいなんで、もうどのデバイスでもこう、同じファイルを全部共有できるじゃないですか。ただ、この、セーブ忘れないようにしないと、Dropbox とか iCloud の場合はですね、ここに書いたんですけど、Dropbox でこう、ファイル1作って、で、僕、しょっちゅうね、iPhone で犬の散歩中になんか思いついたら X マインドにどんどん書き込んでいくんですね。で、これって今ここ iPhone も出るようになってるんですけど、この iPhone こうやって出るじゃないですか。で、そしたら書き終わったらこの一番左上のこの矢印のボタンを押してこうやってセーブしないと、出ないと
結局これこのまま残すじゃないですか。でパソコンの方でこっちでまたガーって書いて、で次の日に見ようかなと思ってたら、これがセーブされてないと、 iPhone の方がセーブされてないと、勝手に iPhone の、ね、昨日のデータがそのまま iPhone 残ってて、でそれこっちはこっちでセーブしても iPhone 開いてセーブしちゃうと、もう昨日のデータの方に書き換わっちゃうんですよ。これだけめちゃくちゃものすごいこうちょっと不なんかどうにかならんかなと思ってて、なんかよくこう競合するファイルとかって言ってなんか新たにこう書き出したりしてくれるのはないんですね。なのでドロップボックスとか iCloud でセーブをちゃんと毎回こまめにする。だからなんかバーって書き込んでやったら、あ必ずこう絶対閉じておくっていうのがすごい大事ですね。で僕は出先でのメモは iPhone にしてます。図を書いたりするのは iPad で、 iPhone と iPad は図が書けます。どういう風になってるかっていうとですね、これ便利でですね、例えばこうメイントピックの1を選ぶじゃないですか。なんか何かをやるときには基本的にこのトピックを選ばなきゃいけないです。でトピックを選ぶとこの右下に出てくるこの、これ下に音をたなんかこのトピックを足すんですね。横に伸ばしたりとかこれを足すっていう形ですね。でこのここにトピックを選んだところに何かこう書き込んでいきたいなと思ったらプラスを押して、その中にこいつはね iPhone と iPad だけかもしれないですけど手書きっていうのがあって、なんかこよく知ったらメモ帳出てくるじゃないですか。でこれで何かこう書いていくと、なんかこういうふうにいろいろ書いたりすると、まあ、このね線こういうやつ、あのメモ帳で皆さん使ってるとこういうのもありまして、このまっすぐ引いた定規とかも使えてこんな感じですね。でこれ完了すとほらメイントピックのここにこう手書きが入るんですよ。でこれ有料版は写真とか貼ったりするの有料版なんですけど、手書きメモはこれ無料版でいけるんですね。まあ、結構だから黒板の板書とかもババって書いちゃったりとかして、でここペイントに僕に貼り込んでいけるんですね。そしたらそのあの iPad だとですね、もちろんペン使えるじゃないですか。これ上の方 iPad なんですけど、でこれだとメイントピックのここに手書きで入れていくと、そうすると、うん、結構細かく書けますよ。ほらこんな感じで書けるじゃないですか。そしたらこの丸が食べたいの、これでこの色を変えたりとか、こうこんな感じでで書き上げ完了を押すと、ここのメイントピックにこうやってね書かれるので、これめちゃくちゃ便利だと思うんですね。なので手書きができて、このあの文字もバン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 打っていけるので、これすごい便利ですね。なので iPad とか iPhone のところは、こういった部分の感覚的なやつがあるので、僕授業とか受けてるとき、あのセミナーとかよく受けに行くときはずっと iPad でスマイルいじってますね。で図を書いたりするのは iPad なので、こういうこう会議とかのときは、まあ、iPad でやったりしてます。で大きなディスプレイで全体見るのは Mac です。 Mac は僕やっぱブラインドタッチがやっぱり楽なんで、基本ブラインドタッチでやりたいなと思う。でこういうふうにこの関連もこの左上の関連を押すと、この関連自体をこの、まあ、線の曲線変えたりとかもいろいろできるんですよ。なのでこういろいろちょっといじってもらうといいと思うんですけど、こことここを関連だよ、でここ閉じちゃうとこれ消えるのでという感じで、関連とかもこうやってつけていけるし、感覚的になんかこう図をどんどん書いていける。でなんかここら辺にもっともっと文字入れたいなと思ったら、まあもちろん僕あの iPad で使ってるあの GoodNote ってやつはこれをこう削除してここに持ってったりとかもできるんですけど、なんか自動でこう幅寄せしてくれるので、こういう風に閉じたりとかするとなんかすごく便利だなと思ってて、このこういうのを閉じたりするんで見やすくできる。で Windows、Android もできるので、 Windows も僕も Windows もあるし、 Android なんかもある人はなんか全部連携できるんじゃないかな。で数ヶ月忘れそうなこともね全部書き出しとくんですよ。で、まあ、テキストファイルだから実際あのデータがめっちゃちっちゃいので全然平気ですね。で終わった日付は僕はもうどんどん畳んでおくようにしてます。で今週やりたいことってバーって書いといて、でまあやっぱり今月やりたいこと、今月何を達成したいかっていうことはやっぱり目標書くじゃないですか。でもなんかそのメモがあっちこっちに行くと散乱しちゃうんで、だからもう全部こう要は僕の場合は必ずそのタスクトレイっていうのも1個決めてあって、でもう毎日それ引くんですね。朝パッて開いて、で今日できなかったから今日も無理だわと思ったら、どん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 明日明後日に日延べしていくんですよ。どん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 こうやって持ってって、で今日できたところは全部斜線入れて、全部終わったらピッて閉じるみたいな。でとその斜線が出してないやつはどっかに移動していくっていう形で、まあその
タスクやり漏れっていうのがめちゃくちゃ減りますね。会議とか議事録なんかでも使うんですけど、まあ授業とかは僕 iPad でやってますが、会議やってる時はパソコンでずっと いじってます。で、みんなで画面共有しながら、そうすると、あ、これ忘れた、これ僕やりますとか、あれ僕やりますみたいなのがすごい出てくるのと、まあこんな感じで YouTube の台本みたいにも使ってます。前は前、キーノートでやってましたし、今でもやっぱりね、しっかりしたものはキーノートで作りたいなと思ってるんですけど、こういう風な簡単なものは、この X マインドとか、こういう簡単なものはこれで全然いけるかなと。何喋るかなと思った時に、やっぱりレジュメですよね。で、レジュメでこういう風にこういじったりしながらできるので、非常に便利かなと思ってます。まあ実際の使い方はさっきからちょっと見てもらってますが、まあ、トピックを選択すると下か横かで、で Mac の場合とかパソコンの場合はですね、タブを押してもらうとこう横に、でエンターを押してもらうとその下にって出てくるので、もうこの2つだけですね。でとりあえず書いちゃうんです。で後でこれを大きなトピックに持っていくこともドラッグドロップでできるし、でもう自由にドラッグドロップしながらどんどん整えていくって感じですね。まあ整わなかったらもう散乱させといてもいいし、これ線でつながらないとこ持っていくとこうやって分離します。で後でこうここに持っていきたいってなったらこういうふうにいくらでも場所を移動できるんで、これがめちゃくちゃ便利ですね。で挿入の画像っていうのは先に有料です。まあ後でさっきやった手書きが使えるんですね。ラベルがこの X マインド結構便利かな。この頭の部分が読める。これはプラスしてもらうと、ここにラベルを使いましょう。押すとね、こうやってやると、まあ、例えばここから、A か。A になっちゃいました。こういうふうになると、あのとこだけしか見えないですけど、前半の部分が読めるってことですね。ちょっとラベルがついて、でクリックすると中に書いたものが全部見ているってことですね。あとリンクも挿入できます。これも無料です。ここみたいにね、リンク自体が、これやるともう勝手に、ブラウザ立ち上がってリンク開いてくれます。なので、資料の YouTube とか貼っておくとかめちゃくちゃ便利ですね。こうやって立ち上がって勝手に YouTube が開いてあるので、で、これは、右クリックで編集をしてもらうとリンク自体が、このようにコミューズサイトってなってますけど、こういうサイトを埋め込んどいたりすることができます。パソコンはタブで横でエンターで下です。でさっきみたいに iPhone とか iPad の場合はトピックを選ぶとこの右下にこのこいつですね、このボタンが出てくるね。選んでないと出てこないです。なのでここはポイントですね。選んでると必ず、こっちかこっちにこうやってどんどんトピック広げていけるので、でそこに文字をどんどん打ち込んでいけばいいのかなっていうふうに思います。というわけで実際の使い方はこんな感じです。なので、例えば今週練習したいこととか、今月中にやっておきたいこととか、僕なんか YouTube なんかこうなどんなネタをやるかっていうのをバーって書いておくと、あ、このネタことにつなげたこれ1個にしようとか、あ、これ誰々に頼もうとか、ものすごいアイデアいっぱい出てくるんですね。これやっぱ脳の科学すごい似てるみたいで、非常に便利な、やつだと思います。こういう感じね。こんな感じでこう大きくも見たりちっちゃくも見たりとかして俯瞰できるんで、僕こう右側に寄ってるのがこう広がっていくのが好きなんですけど、下に広げるのもできるし、全体にバーって散らすこともできるので、どうした、もう疲れちゃったか。はい、というわけで、まめたくんも疲れてきたので、この辺で終わりたいと思いますが、X マインドですね、ぜひ使ってみてください。これ練習のタスクのやつ、なんかテンポ180いけたとかって横で印つけてて、どんどんいけると、あ、こんだけ練習したなっていうのは後で見えるので、非常に便利かなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。